ではこちらの文献について稲岡が紹介いたします。文献の詳細についてはこちらになっていて、時期に知覧掃除にも載るっていうような論文です。でアブストラクトです。この研究は言い換えに関する研究で、その中でもその言い換えっていうのを実際に観察したときに言い換えにはルードがあるっていう、のをこう着目点から始まった研究です。ルードっていうのがその、文を書き換えるときにそのなんか語彙的この単語はこれになるみたい なんかそういう語彙的な書き換えだったりとか、あとそういうのまとまりのなんかフレーズですね、句がこうなんか言い換えられている場合と、文がこう言い換えられている場合っていうような言い換えっていうのが存在してなんですけど、従来の研究だとそれはなんかあまり区別せずにこう、文から文に言い換えるみたいなことがこう行われていました。で、この研究ではその流度が異なる流度の言い換えっていうのがなんか文に存在するっていう言い換えに存在するっていうことを考慮してなんかモデルを提案して、実際に学習そのモデルの学習と生成を行うということをやっていて、この論文だとこのデコンポーザブルニューラルパラフレーズジェネレーターっていうモデルを提案しています。で、このモデルはその流度によってなんか言い換えを分解するっていう機構が入っていて、その機構を入れることによってその言い換えモデルの中で行われる言い換えっていうのがその解釈可能、人間にとって解釈可能で、かつその言い換えを制御可能になっているっていうのことを示しています。で、最後にそのモデルで、教師なしのドメイン適用っていうのを行っていて、それで、現在 のソドメイン適用の範囲において外部ドメインでの評価において、従来モデルと比較してこう著しく優れた性能っていうのを達成しています。で次に、言い換えパラフレーズについての説明です。パラフレーズ言い換えっていうのはその異なる表現をだけどその意味は同じっていうようなテキストっていうのを、そのあるテキストの言い換えっていうふうに呼んでいます。で、その言い換えの分野だとその、文から文にこう直接変換する、シーケンス・スイケンスモデルっていうのが、今のところ、優れた性能を示しています。で、先ほどもあったんですけど、従来の研究っていうのはその特に言い換えとかどんな言い換えかとか区別せずに、単語を一律にこう入力してこう系列から系列にこうマッピングするっていうようなことを行っています。で、先ほどあったんですけどその文の言い換えっていうのはこう流度っていうのがあってこの下の例で言うとそのこの青水色の部分っていうのがこうちょっと大きい範囲の文レベルの言い換えをしていて、この点線の緑の部分っていうのはこうフレーズ単位の言い換えをしているっていうような例ですね。こんな感じでその、言い換えっていっても、そういう複数の流度があってあるっていうような例ですね。で、その流度の違いっていうのがあるんですけど、その特徴としてはその文レベルの、さっきでこの例で言うとその青の部分っていうのがその文レベルの言い換えにの対応になるんですけど、こういう言い換えっていうのはこう一般的かつこう中層、一般的で抽象的、似たようなことを言ってるんですけど、そういう特徴がある。で一方その単語とか、フレーズ句の言い換えっていうのはなんかその多様なものがあって、ドメインに固有するドメインに固有な、言い換えが多いっていう、特徴があって、あとその2つを、組み合わせて、言い換えっていうのは分からないんですけど、それらの言い換えっていうのはこう切り離して考えることができるものであるっていうふうに述べています。こちらの例っていうのが、その青がその分レベルの言い換えで、その緑がこの、その分レベルよりも細かいフレーズレベルの言い換えを表していて、確かにそのこうニューヨークを NYC とか、なんかこういうのってその何て言うんですかね、ドメイン固有な言い換えであって、一般的じゃないんですけど、その、こっちにあるその水色の言い換えっていうのは別にそんなこのドメインだからこの言い換えがとかじゃなくて、割と一般的なで、かつその、具体的なその何ですかね、細かい情報を表してるんじゃなくてこう抽象的な言い換えっていうのが多いっていうのが、この例からもわかると思います。
で、今回提案しているモデルっていうのがこの DNPG って呼ばれているもので、まあ、こちらは、言い換えの流度っていうのを、まあ、考慮したモデルになっています。で、まあ、この後で、まあ、モデルの構造を示すんですけど、こうセパレーターっていうものと、まあ、エンコーダーデコーダー、複数のエンコーダーデコーダーと、あとアグリゲーターっていうのが、その4つが、まあ、こうつながってできているモデルで、まあ、これもでこれが、やることによって結果的に、人間って解釈可能かつ制御可能になって、そのドメイン適用においてこうより有効であるっていうようなことになっています。で、まあ、モデルの概略図がこちらで、まあ、さっき説明した、まあ、セパレーターがこれで、まあ、マルチプルエンコーダーデコーダーがこれで、アグリゲーターがこれですね、なっています。で、まあ、これエンコーダーっていうのは複数あって、まあ、ここの図だと2つあって、実際の今回の研究も2つ使ってるんですけど、まあ、これはその流度ごとにエンコーダーデコーダーを用意するっていうことですね。その完全に別々にエンコーダーデコーダーを用意して、片方はその例えば分レベルの言い換えをするためのなんかエンコーダーデコーダーで、もう一個はなんかそうじゃない、もうより細かいフレーズレベルのなんかこう言い換えをするためのエンコーダーデコーダーみたいな感じで2つ用意してやってる感じで、まあそれがまあ独立しているっていう状態です。で、まあ、最初に文が入ってくるセパレーターから説明します。まず入力文っていうのがまあこう与えられて、まあ、その特にこれ以外の情報っていうのはまあないんですけど、まあ、これに対してそのラベリングを行います。それがそのこの文をまあ言い換えると言い換えると考えた時に、その、まあ、言い換えるとすれば、ここの The Second World War っていうのがまあこうフレーズの言い換えになる、なりうる。で、このそれ以外のこの部分っていうのがまあ文で文の言い換えになりうるっていうような、こういうラベルっていうのをこうつけていけます。まあ、これはこうそうですね。で、まあ、これは単語ごとにそれがどうかっていうラベルをつけるんで、まあ、その入力の系列と同じ長さのそのラベルの系列ができるっていうことですね。で、まあ、今回はそのラベルっていうのを、まあ、その 文レベルか、まあ、そのフレーズレベルかっていう、まあ、2つの値0か1で表現しています。で、そのさっきもあったんですけど、その単語にそのこれラベルと同じなんですけど、まあ、実際はこうあれですね、潜在変数として扱うんで、まあ、潜在変数を割り当てるっていうのは、これはまあ入出力を見ると、まあ、系列ラベリングタスクとまあ同じことをやっています。で、まあ、実際にまあ使う手法っていうのを、まあ、系列ラベリングで用いられるスタックド LSTM を使っています。まあ、下のまあ式はまあ一般的なスタックド LSTM の式なんですけど、まあ、こう入力単語入力に関してはバイ STM で扱って、その状態に関しては、まあ、スタックドなんで、まあ、さらにもう一つ、まあ、これは単方向の LSTM を用意して、まあ、入力するのとしています。で、まあ、最後にこうソフトマックス取って、そうですね、その入力の時のそのラベルを出力する、確率的に出力する。ただ紙ソフトマックスなんで、まあ、ちょっとこう離散っていうか、まあ、そういうのをよりこう何て言うんですかね、こう何て言うんですかね、こうまあ、なんていうんですかね、こう、まあ、微分可能である必要はあるんですけど、こうよりこう1個こう0、1をこう強く表現するような、まあ、出力確率として出てくるっていうことですね。のために今ガンビソフトマックスを使っています。で、まあ、次がエンコーダーデコーダーで、まあ、これはそのさっきもあったんですけど、その流動ごとにそれぞれ用意して、流動ごとにエンコーダーデコーダーのペアを用意してあるってことをやります。で、まあ、流度、まあ、今回、まあ、Z として書いてるんですけど、その、まあ、UZ、まあ、エンコーダーの出力っていうのは、まあ、流度ごとにそれぞれエンコーダーから出力があって、まあ、入力 X と、あれですね、さっき、出力した、ラビューの、Z、潜在変数 Z の系列っていうのを入れて、まあ、一つの、まあ、出力を出す、系列ごとに、係数ごとじゃなくて、流動ごとに、まあ、それぞれエンコーダーから出力があるっていうことをやってます。で、で、そうですね。で、これ、すみません、これ、多分これデコーダーですね。すみません、これデコーダーで、そのさっきの出力っていうのを入力して、で、まあ、あれですね、まあ、当然 RNN なんで、まあ、以前の情報を入れて、こう、まあ、出力がこう、YT が出てくるっていうような、まあ、式になっています。で、まあ、その最後に、アグリゲーターっていうものがついていて、まあ、これは、その、さっきのすべて、まあ、全ての、まあ、今回の場合2つの、そのエンコーダーの出力っていうのを、まあ、こう、結合して、まあ、最終的に出力を出す部分っていうのになっています。で、
まあ、モデル全体として見ると、まあ、入力系列 X があって、まあ、そこからこう単語1個ずつ出てくる YT っていう式なんですけど、まあ、この式をまあこういうふうにまあ分解します。で、まあこれはまあまあ、前半部分はそのあれですね、あ、これの前半部分っていうのはそのまあ各流動ごとにその単語の確率が出てくるので、出力単語の確率が出てくるので、まあ、それをここで表現していて、この後ろっていうのはその、単語のこれは単語の確率なんですけど、これは出力系列のその単語のその流度っていうのを出力するっていうような式になっていて、なっていま、あ、すみません、これになっています。で、ただそのこの、まあ、ここはまあ自明じゃないんで、こう次に説明します。で、まあ、そのじゃあどうやってそのあれですね、ここを計算するのかっていうのが、まあ次のここで、まあ、この下の図っていうのはこう、デコーダーと、まあ、それ上のアグリゲーターっていうのをまとめてこう図に書いてあるんですけども、まあ、そのまあ、デコーダーがまあ流動ごとにあるんです、出力もまあ流動ごとに出てくるんですけど、まあ、その各デコーダーからまあコンテクストベクターを取ってきて、まあ、今回 C0、C1 っていう風に流動ごとに持ってきて、それをこうまたこう LSTM に入れてやって、こうそうですね、まあ、VT を出してきて、それをまあ、重みかけて、まあ、ガンビルソフトマックスでこう確率を出すっていうようなモデルになってます。それがまあこの上の部分ですね、になっています。まあまあ、今回もガンビルソフトマックス使っているんで、まあ、そうですね、その Z を出すときは、まあ、今回は、まあ、ガンビルソフトマックスを使うっていう感じになっています。まあ、このこれで計算した確率を使って、まあ、これをここに入れてやって、まあ、最終的でこう、はいですね、これ単純にシグマでこう流動ごとにこれをこう足していくっていうような式になっています。で、まあ、今回そのモデルとしては全体モデル全体としてこう全てこう微分可能な状態になっていて、まあ、こう一応理屈上こうそうですね、あのこの理屈上、まあ、この P この式これっていうのは、まあ、モデル全体として、まあ、微分可能で、まあ、当然エンドトゥエンドに学習っていうのはまあ可能なんですけども、まあ、これはそのあのユニットとしてセパレーターとかアグリゲーターを学習するにあたって、そのエンドトゥエンドの学習っていうのはこう有益じゃないんじゃないかっていうふうにこうこの記者あの考えていて、著者が考えていて、まあ、その、まあ、補助というかその学習を訓練をこうガイドしてやるっていうようなことを行っています。まあ、ここあの論文ではこう、まあまあ、よく言われる単語としては、まあ、こう弱教師ありというような呼び方をしています。で、これはその入力と出力から単語アライメントを取って、まあ、その、まあ、ペアが取れるんで、その中その、まあ、いろんな複数ペアが取れるんですけども、その中からこう最低頻度語、その低頻、最もというかその最もレアな単語を含むそのペアっていうのをこう1から3個ランダムに取ってきます。で、そういうペアを含む場合において、その Z っていうのを0にする、まあ、0っていうのはつまりこう文レベルじゃないフレーズレベルの言い換えと、あの言い換えをまあ示すラベルですね、0として、まあ、残りをまあ全部1にするっていうようなこうことをまあやってあります。まあ、これによってこうセパレーターとかアグリゲーターっていうのが、まあ、ある程度こう明示的というか、そうですね、明示的に学習が進むっていうようなことになります。で、まあ、その学習を行うとあって、まあ、ロス関数にこう項を1個増やしてやるってことをやっています。で、まあ、もともとその、まあ、エンドトゥエンドに学習するんだったらこの上の部分だけで十分なんですけども、そのウィークススーパービジョン、まあ、弱強処理を行うにあたって、その途中のロスっていうのをこう明示的にこう2項目以降に加えてやっているっていうことになります。と、まあ、こっちの X からそのラベルを出してくるっていうこの部分っていうのがその、セパレーターのロスっていうことに表現してて、逆あの X と Y からそのラベルを出すっていうのが、これがアグリゲーター最後のアグリゲーターの、まあ、ロスっていうのをこう明示的にこう後ろに足してやるっていうことをやっています。で、これはその最初あのガイドとしてまあ使うだけなんで、この重みというか比重というかラムダっていうのをこう用意しちゃって、それをこう学習が進むについてこうだんだん減らしていって、最後はこの単純な条件付き確率を学習するっていうようなことを行っています。で、実際に今回行った実験について次に説明していきます。今回はこう Wiki Answers っていうのとクオーラっていうものを使って、まあ、言い換え、あ、これをデータセットとして使って言い換えを学習しています。まあ、クオーラっていうのは、まあ、知っていると思うんですけど、まあ、Wiki Answers っていうのは、まあ、その
あれですね、まあ、こういうコーラみたいなやつをこう何ていうんですか、ウィキ形式にしてこう書き換えできたりできるようなページですね。まあ、そこからこう言い換えを取ってきて学習っていうのを行っています。でそのイキャンサーズっていうのはこう自動でこう言い換えっていうのをこう探してきて、こうそれを学習、それをデータセットしてるんで、こうノイズが多いデータだけど、まあちょっとデータは数としては多いデータで、コーラっていうのはこう人手でこうこれとこれはなんかこう言い換えのペアになっているみたいなことをこう人手でラベル付けされて作られたデータですね。まあちょっと数少ないんですけど、こっちはクオリティが高いものっていうふうな、クオリティとかのノイズが少ないものになっています。で実際にコーラを使った結果っていうのがこちらで、そのまあ、上の手法っていうのがこう全部、言い換えに関する、まあ、従来研究で用いられている手法ですね。で、まあ、一番下が今回提案した手法で、まあこうまあ、複数評価してるんですけども、まあ、この中で、まあ、どの評価を取ってみてもこう、まあ、こう他とこうちゃんと何ていうんですかね、まあ、競争力のあるっていうふうに書いてあったんですけど、まあ、競争力のある結果になっているっていうのが、まあ、分かると思います。で、まあ、この中でも特にこうウィキアンサーズ、まあ、ノイズが多いウィキアンサーズでのそのトランスフォーマーと比較して行っているのが、まあ、結果を見ると、まあ、結構大きな差ができているっていうのが分かると思います。これがそのこう今回のその言い換えではその明示的にその文っていうかフレーズじゃなくて文のこう言い換えっていうのをこう扱っていて、そのより抽象的な言い換えができるようになっているので、こうよりロバストになっているっていう風な、だからじゃないかっていう風に、まあ、ありました。で、まあ、次がそのモデルの解釈性についてのお話です。でその今回っていうのはその入力のその入力する際にそのなんかそれがどんな流度の言い換えになるかっていうのをこう分解して、まあ、モデルを扱っているので、まあ、その部分でこう解釈ができるようになっています。で、この表の一番右がまあ入力文で、こう右が、あ、これが、あ、一番左が入力文で、これがまあ生成した文で、そのこの2つ、こっち、これ、まあ、これがその中での文の言い換えで、これがフレーズの言い換えっていうのも抽出しているものになっています。で、まあ、実際にモデルからそのアグリゲーターからその流度っていうのがこう出力されるっていうのと、あとそのまあ今回のモデル、あ、そう、今回のエンコーダーデコーダーのアテンションっていうのを使うことで、そのこのこういうような抽出っていうのが可能になっています。で、まあ、こう見てみると、こう確かにこう、まあ、文レベルの言い換えではこういうなんていうんですかね、こう抽象的というか、まあ、もちろんこういうなんていうんですかね、こうまあ、ちゃんとこう文のやつがこう取ってこれっていうのがこう解釈できるようになっていて、こう逆にこうフレーズの方っていうのはこう結構その文特有のこう表現みたいなのがこうちゃんとこうペアとしてこう出てくるっていうのが、まあ結果として見えています。で、次が制御性についての、まあ、調査になっています。でこれはそのこのモデルはその入力するときにセパレーターを使って、まあ、この単語はこの流度だみたいなことをこうなんか入力としても扱っているんですけども、まあ、それをこう使わずにこう入力するときになんかこう手動でこうこれはこうだみたいなことをこう指定することによって、こう出力が制御できるっていうふうなことがこう結果というかモデルのを操作してこう分かっていて、で、まあ、この元の例で言うと、その一番上のこの黒い行っていうのが、まあ、普通にその文を入力して、まあ、出力したあれですね、まあ、そのセパレーターを普通に使って、まあ、入力と出力をした場合っていうのがこれで、その例えばこの例だとこう、あ、これはですね、ストラテジーっていうのがその出力させるときにそのまあ、エンコーダーが2つあって、その片方のエンコーダーにこう仕事をさせないというか、こうコピーしかしないするなみたいなことをこうさせることによって、そのモデルがどっちだけするかみたいなことをいじれるっていうのが、まあ、このストラテジーになっていて、こっち の、 その青とか緑っていうのがそのラビルですね、そのセパレーターを除去して人手でこう与えたっていうのがこっちですねっていう例になっていて、その例えばそのフレーズの書き換えをだけをこう白みたいな感じにした上で、そのじゃあフレーズっていうか、その書き換えってのはどこなのかっていうのをこことここっていうふうに指定すると、その例えばバリューがプライスになったり、このなんかこの1961のこのがこうフレーズが変わっているみたいな風な書き換えっていうのがこうコントロールできているふうになっています。まあ
例えばそのじゃあ入力のラベルとは同じにして育て事情を変えるってことをすると、その逆にその青の部分ですね、入力になったその青の部分っていうのがこう書き換わってる、そのハッティーザなんちゃらオブなんちゃらがこうなんちゃらずっていうなんか所有格になってこう置き換わってるっていうような制御ができていて、まあこれが2つがこのストラテジーの違いによる制御なんですけど、こっちは今度はセパレーターの入力、セパレーターを除去してまあそれに入力するっていうのがこっちで、そのまあ、さっきまではバリューを、レキシカルなものとしてラベルしたんですけど、これ全体を文としてこう文のこう構造として入力した場合っていうのはこうファッティザバリューオブっていうのがこのファッ、ん？ああそうですね、まあ、この下の例だとなんかハウマッチイズなんちゃらワースっていう、 こう別の文としてのこう言い換えっていうのがこうできるようになっていて、まあそうですね、まあ、フレーズの方もバリューを消したんでこうバリューはそのままこう出てきてここだけ言い換えられるみたいなことが起きています。まあ、下もこう同じようなことが起きていますっていう感じで、そのモデルっていうのをこう学習した後にその外部からそういうなんていうんですかね、セパレーターのラビュー、セパレーターじゃなくてその入力のラビューの情報をいじったり、そのエンコーダーのなんかこうコピーをいじったりすることによってこう出力がこういろいろいじることができるっていう、まあその制御性があるっていうふうなことを確認しています。で、まあ、最後がドメインアダプテーションの話で、と、まあ、従来の研究っていうのがそのいい回の研究っていうのはその大規模パラレルコーパスを使ってそのパラレルコーパスインドメインなそのいい回っていうのを焦点として学習しています。あ、学習で焦点として研究が進んでいます。ただ実際問題としてはそのまあ、言い換えとして求められるものっていうのがそのパラレルデータがこう利用できない上にさらにそのモデルとは違う別の新ドメインっていうのに対してこう適用したいっていう場合がこうあります。で、まあ、具体的な方法っていうのはちょっと省略するんですけど、その文レベルの言い換えっていうさっき言ったその、まあ、流度が違うっていう話はあったんですけど、言い換えで2つの流度はあったんですけど、そのドメインが変わってもその文レベルの言い換えっていうのはそんなにこう変わんないだろうみたいなこう前提が考えられて、まあ、それを利用することによってこの提案手法っていうのはこうドメイン適用が可能なこうモデルであるっていうふうに述べています。ただそのモデルとしてそのセパレーターとかがそのまあ動作するときにそのラベル付けっていうのはそのドメイン適用まあ前後なんで、まあドメイン先とドメイン元とドメイン適用元と先っていうのがまあ違うっていうのがまあ考えられるので、そのセパレーターに関してはこう強化学習を使ってこう適用先のドメインにこうファインチューニングするっていうようなことが必要です。まあそのまあ、具体的なその強化学習のあれについては省略します。で、そのドメインアダプテーションを行った結果っていうのが、まあ、こちらで、この表の右側左側っていうのがこうウィキアンサーズを学習に使ってこれらにこうドメイン適用した例で、まあ、こっちがその逆になっています。で、まあ、従来の、まあ、ポインタージェネレーターであったり、トランスフォーマーとまあコピーを使った、まあ、従来のこう手法に比べてこう優れた性能になっていて、まあ、それはそうですね、トインタジネーターとかはまあそういうのをせずにまあ学習しているので、まあ、それよりも良くなっていて、でかつその、まあ、2つ、3つはあれですね、その、まあ、デコーダーに言語モデルを使う手法だったりとか、まあ、マルチタスクラーニングで、まあ、言語モデルも一緒に学習させるとかことをやっているんですけど、まあ、そういうのと比較してもこう競争力のある、ああ違いますね、優れた性能になっているっていうような結果になっています。で、まあ、あと、まあ、またさらにそのこういうなんていうんですか、マルチタスクラーニングとかそういう外部のドメイン の外部データを使ったモデルよりもそのオリジナル その今回の DNPG っていうのが競争力のある結果になっているっていうようなことも示していました。で、その、まあ、結果の中でも特にそのクオラからウィキアンサーズへのこうドメイン適用っていうのが特に優れた結果になっているっていうのがこう結構数字的にこう分かって、これがその、まあ、一般的にそのドメイン適用っていうのがそのソース側ですね、適用前適用元の方の側にこうノイズが多いのにこう場合にこう困難っていうふうにこう、まあ、言われているようなんですけども、まあ、そういう困難な場合において特にこの今回の焦点が有効であるっていうふうに述べていました。で、まあ、じゃあなんで、まあ、今回の章がその良くなるのかっていうふうなことをまあ考察としてまあ、あるのがその、まあ、分レベルの言い換えっていうのをなんていうんですかね、その
あの歴史からの言い換えっていうのをもう全部無視して分離文の言い換えだけすればそのなんか意味をちゃんと保持できる場合っていうのが多いっていうのが、まあそのまあそのまあ、ドメインが変わった時のまあ言い換えの特徴としてはあるんですけど、まあ、それって逆に言うとその、まあ、その分離文の言い換えしかできなくなってくるっていうことも意味していて、その多様性っていうのがこう犠牲になってこのスコアが上がってるんじゃないかっていうふうな考察っていうのもしています。考察っていうかそういうふうな見解も述べられていました。で、最後にこのドメインアダプテーションについては一人評価も行っていて、まあ、あの自動で評価の時と同様にその一人評価でも、まあ、提案書がこう一番高い評価になっているっていうようなことを示しています。あ、これはそうですね、あの1が一番良くて、まあ、4がこうワーストっていう、まあ、そういうなんで、まあ、小さければ小さいほどこう一人評価がいいっていうことですねっていう、まあ、結果になっています。で、まあ、今回、まあ、さっきもあったんですけど、そのオリジナルのそのさっきのドメインアダプテーションなし の, そのオリジナルの DNPG と比べてその他 の, あの何ですか外部のデータを使って、まあ、マシンスクラーニングするこ の,、この手法が、まあ、そんなに大きな違いがないっていうようなことも一、まあ、人評価でもこう現れているっていうような結果になっています。で、最後にコンクルージョンです。と、まあ、この研究ではそのモデルに分解機構っていうのを備えたニューラル言い換えモデルっていうのを提案して、まあ、そのモデルでそのドメイン適用っていうのを行って、まあ、その、まあ、他の表と比較して、まあ、調査を行っています。行いました。で、インドメインにおいては、まあ、その、今の最先端の性能と、まあ、競争力のある結果になっていて、そのドメイン適用を使った、まあ、外部ドメインでの評価においては、まあ、他よりも著しく優れた性能になっているっていうようなことが、結果から、あの、結果で示しました。で、提案モデルっていうのが、その、まあ、人間がこう解釈可能になっていて、かつ人間がこうラビューとかをいじることによってこう制御可能であるっていうようなことをこう実証しました。と、以上で終わります。